あのね、折崎、あのお宝アカウント基本的に鍵つけてるんで、どれだけ何を話していようといろんな方にファボされることがないんですよ。だからあんまりそのいいねをもらうとかリポストをもらうっていう経験がなくて、結構ね周りにいた車に乗ってるリスナーさんとかが多いので、いた車とかでね、ご本人さんからいいねもらったとかリプもらったっていうのを見て、いいなーってずっと思ってて、羨ましいなーって思ってた人だから、まさか自分がそんなリポストしてもらえる日があるなんてちょっと思ってなくて、本当に本当に見ないでほしいと思っていやいや、もう壁どころか、もう壁のシミでいいよ、もう画鋲の穴でいい、本当に。最近は穴開かないから、地上波で予想以上にでかくなってた。それはあんだけ頑張って運営さんとシシロンさんとね準備してたらそうなりますよ。レッドブルーさんとかね、いろんなところでのインタビュー記事も上がってたりとか、福岡の方でパブリックビューイングみんなで見れるらしいですよ、スポーツ観戦みたいに。うわーって、ぜひ行ける方行ってきてください。あ、そう、パブリックビューイングね。そうそうそう、パブリックじゃなかった。ベガーダチが目立ちすぎたか。いや、ベガーダチしてないよ、折崎は。インドでしょ、待ってる。インドでしょ、かわいい。このまま世界の折崎になるのか。なるよ。あ、そうだよ。だって優勝するんだから。マスター隊を倒すんだから。マスタータイを倒しに行くから、マスタータイも倒しに行く勢いでやるんだよ。そう、優勝するんだから。当たらないと思うけどちょっと聞いてほしいんだが、これさ、調子が悪い、叩きすぎた、なんか具合悪い。あ、治った、叩いた、治った。ヤフーニュース乗るんじゃない？ヤフーニュース乗るか、あの目線のライン入れてもらうか。いや、盛り上がりそうじゃなくて、みんなで盛り上げるんだよ。今見てるみんなで盛り上げるんですよ、この企画を。パブリック病院でチェーンが鳴り響くのか。そう、鳴り響かせるから盛り上がらないわけないでしょ。お、俺たちがみんな主役だよ。あのさ、いや、この話あんましていいかわからないんだけどね、折崎さ、ちょっとさ、本当にこの数日間さ、すごくこういろいろさあって、 D1 さんがねフォロー返してくださって、でご挨拶させていただいて、負けませんよって言ってね送ってくださって、でも あんまりちょっと何を変え、なんかそこでいいねだけもなんかあれかなと思って、あったらそのペンギンくださいって言ったらそこで終わって、あ、やっちまったな多分見てた方もいると思うんだけど、間違えた、間違えてもたあれなんて返したらいいの、負けませんよって言ってこっちもねって返せばいいのか、ありがとうございますって返すのも変だなと思って、本当にあのちょっと悩みに悩んで、いや、この返しが正解だろうと思ったら終わってしまった失礼しました、インパクトミスった、おじさきインパクト不発した、私も負けませんって言って、すごいなんか勢いあるなと思って、いや本当だよ、ときめきメモリアルだったらもうあれだよ、好感度だだ下がりだよ恐怖させちゃったか、そっかそっかそっか、もうこうなったら買ったら全員のファンマークから1個ずつもらおうかな